イニーベースボールアカデミーピッチング入門編。小指から状態ってテイクバックしたときの一番ポイント、そこから腰が回る方にもう一度そこまで行く、あと何がですか、だからこういう動かし、こういう動作、こういう動作からこれをこぼさないようにしようと思ったらテイクバックしてこう上がってきて、こう上がってこういうのが本来の腕の使い方。しっかりと肩甲骨を動かしてあげて、小指を上げることで肩甲骨が開いて、肩甲骨が開くと肘が上がる。肘が上がれば肘を腰を回したときにここまで出てくる。そういうイメージでちょっとやってみて。